ミミズトカゲは、ハチュウ交友林木ミミズトカゲアモクに属する、ハチュウ類の総称。地中生活に適応して四肢が退化し、ミミズのような外観を持つ。かつてはトカゲアモクの会分類群とされていたが、現在ではトカゲヘビと並ぶ、独立のアモクとするのが一般的になっている。地中生活に適応した動物には、自分で穴を掘るものと、 他者が掘った穴を利用するものがあるが、ミミズトカゲ類は、自分で穴を掘る真の地中生活者である。地中生活のため、前述の獅子の対価の他に、屈削のための頭部の特殊化、体表関節の発達、視覚の対価、外耳、鼓膜の対価、体表色素の欠如傾向などの適応が見られる。地中屈削に使用する頭部は、他のユーロコメに比べて、非常に眼見になっている。 トカゲ類で発達させた前頭骨と頭腸骨間の関節などは可動性を失い結合している。頸部の筋肉も掘削のために強靭になっている。掘削方法に合わせて竜骨状構造が発達したり、き状になったりすることがある。噴部先端を掘削に使用することから、後進部先端は噴端より少し後方に位置する。は基本的に消失しており、 肩体も腰帯も退化して、痕跡的である。ただし、二足水とカゲかは小さいながら腰が揃った、前足を持ち、甲子は退化しているものの腰帯は残存している。体表は、皮膚が折りたたまれて、関節上の大切を形成している。頭部は、蛇やクと同じく伸長するが、蛇とは逆に右肺が退化する。尾は、地ぎれするが、トカゲとは異なり再生しない。 しかしもともとビブは動部に比べて非常に短いのであまり問題はない。まぶたは消失し目は退化していることがほとんどで皮膚に覆われている。通常は頭頂項を持たない。外耳孔とともに鼓膜が消失するため祖先では内耳と鼓膜間で音を伝達していた外耳小柱は巨大化して前方に伸長し下顎の骨膜に接する。地中を伝わってきた振動は 下顎で感知される。最古の記録は赤月新星に遡るが、化石記録が非常に乏しいこともあり、トカゲアモクのどのような先祖からいつ頃進化してきたか等についてはほとんど分かっていない。地中を掘り進む動物はトンネル部分に存在した土の処理という問題に突き当たる。この問題の対処法としては、カニモグラのようにトンネル入り口まで土を運んで地表に、 登記する方法や、砂トカゲのように経路としてのトンネルを残すことには、無頓着に土を後方に押し合って、トンネルを埋めながら進む方法などがあるが、ミミズトカゲはさらに別の方法、トンネル外壁に土を押し固めて進む方法を取っている。この方法の利点としては、トンネルを居住経路として残しながらも、土をいちいち地表に運ばなくても済むという点が挙げられる。 ただしこの方法は相対的に細いトンネルを掘る際にしか通用しない。このことがミミズトカゲ類が体積の割に前方投影面積の小さい形状である細長い体型に進化した一因であると考えられている。掘削に用いられる頭部地中の掘削は特殊化した頭部によって行われる。掘削の方法は頭部形状によっていくつかに分かれる。 銃弾型の頭部を持つ種は、その頭を途中に押し込むことによってそのまま、トンネル外壁に土を押し付ける。シャベル状の頭を持つ種では、頭を途中に差し込み、その頭部を上に押し上げることによって外壁に土を押し固める。縦に竜骨状の構造を発達させている種では頭を途中に押し込んだ後、左右に振って同様に土を押し固める。この場合、頸部を支点。 噴部を作用点とする場合と、噴部を視点、頸部を作用点とする場合の二通りがある。移動は、蛇のような蛇行ではなく、体表の皮膚が折りたたまれて形成された関節上の大切を用いて行う。すなわち、まさにミミズのように関節を伸長緊縮させることによって、体側を外壁に押し付けた全動運動で前進するのである。 この運動は可逆であるので、全身と全く同じようにして更新が可能である。この点は、更新ができない蛇の腹板を使った移動とは、対照的である。ミミズと影アモクの学名、アンフィスビニアとは、ギリシア語で、両方に進むという意味の伝説上の両頭の蛇の名、アンフィスバイナ、ミューファイシグマベータアルファーヨタニューアルファー、アンフィスベイナ、アンフィスビーナ、 から作られた名称であり、この点を端的に表している。ミミズトカゲ類はそのミミズのような外見とは裏腹に活発な捕食者である。ガッコツには鋭く大きい歯が並び、これで地中の節足動物、ミミズ類、時には脊椎動物まで襲って食べる。これは、やはり地中生活に適応して、同様にミミズのような外見を持つ、ヘビアモクのメクラヘビ類がありや、アリア、 シロアリなどを餌とするおとなしい動物であるのと対照的である。ミミズトカゲアモクの分布ミミズトカゲアモクはアフリカ大陸、南米大陸のほか西アジア、イベリア半島、中米、西インド諸島、フロリダ半島、カリフォルニア半島、メキシコ中部に分布する。同じ有林木のヘビアモクトカゲアモクが全世界的な分布を示すのに対し、ミミズトカゲアモクの分布は、 南米とアフリカ大陸を中心としてその周辺地域のみに限られている。動物地陸上、アフリカ、南米、マダガスカル、オーストラリアに限定されている分布はゴンドワナ型分布と呼ばれ、かつての超大陸パンゲアが南北に分離した時の南のゴンドワナ大陸に由来する分布ではないかと推測されている。廃魚やカメ類の極系アモクなどがその典型例であるが、 ミミズトカゲアモクも、そのようなゴンドワナ型分布の一例である。ただし、現在は一族一種しかおらず、分布もフロリダ半島に限定されている、フロリダミミズトカゲは、かつては、北米全体に分布を広げていたことが、化石記録から判明している。現生のミミズトカゲアモクは、以下の4科に分けられる。各科に含まれる属と共に示す。ミミズトカゲアモクの中で最大のトガであり、 18属147種を要する。アフリカ大陸、イベリア半島、西アジア、南米大陸、中米、西インド諸島に分布。頭部は縦断型、側平田型、縦平田型の3タイプがすべて存在する。卵をアリやシロアリの巣に産み付け、不可出とする種がいる。ヨーロッパから発見されたオマタイフラップスが唯一の化石記録である。 アンフィスビーナ SP 研究者によっては本家をミミズトカゲ科の赤とし、ミミズトカゲア目を酸化とする。ミミズトカゲ科は全顎骨の延直突起の幅が狭いのに対し、フロリダミミズトカゲ科は全顎骨の延直突起が幅広い。頭部はすべて縦平たしベる状になる。原生はフロリダ半島に生息する一族一種であるが、化石は 他のミミズトカゲ類に対して比較的豊富であり、北米大陸の広い地域から発見されている。現在のところミミズトカゲアモクの最古の化石は本家に属するプラサイヤーインラで、赤月新生後期の北米産である。四族六種が北アフリカ西部、西アジアアラビア半島、ソマリア半島に分布する。東部は縦断型化、シャベル状。 ただし、シャベル状の種の掘削方法は、他のトガと異なり、差し込んだ、ン部を左右に回転させるという方法で行われる。この独特の方法に付随して、胴部断面は円形ではなく二等辺三角形状になっており、胴部と同じ断面のトンネル内でしっかりと回転する、頭部を支えられるようになっている。ミミズトカゲアモク内で唯一の耐性種を含む、化石種は知られていない。 一族四種からなり、カリフォルニア半島とメキシコ中部に生息する。完全な前足を持ち、腰帯を保持し、頭頂庫を持つという点で、ミミズトカゲアモク内の原始的なグループであると考えられている。しかし外耳故柱が消失するという点では特殊化している。前肢には爪を備えた腰が揃っているが、トンネルの屈作には他のトガと同様、銃弾型の頭部を使用する。 化石記録はない。ありがとうございます。